この始まりおしゃべり彼女と無口な彼氏です。彼氏です。イエーイ。今日は清水対大分トリニータの試合です。また歩いてアイスタに向かっています。今日は視聴者さんからのリクエストで歩数を測ろうと思っています。はい、行きの歩数はこちら。こちらでは行ってみよう。行ってみよう。ない。ない。そうかよ。全然ないじゃん。あらら。ある。あ、あるじゃん。さて、ガチャガチャをやってみるみたいですよ。ね、白になってる。行くよ。Go。行くよ。俺がやる。いい？ちょっと。はい。あ、北爪か。あ、北爪か。あ、なんかちっちゃくて可愛いね。そう。意外と思ったより。あ、エスパルスだ。またエスパルス引いたじゃん。もう一回やって。もう一回、最後一回。吉田優香。サイドバックが揃った。今日は随分と夏の格好ですね。夏じゃないでしょ。短パンじゃん、だって。短パンなのこれ。何パン？半ズボン。短パンじゃん。スタメン発表。本日のスタメンは、おお、変わってるよ結構。嘘。本田、吉田とか、ジェラー、初川、山原、宮本、中村、ルブラガ、犬井、カルリ来たもん。おお、ブラガが入った。え、千葉館が入ってる。へえ。ベンチに松崎、北園、ゆうじ、沖、矢島、シラ、カンパ。おお。すごい。やば、震える。楽しみだね。楽しみだね。毎回こうやってワクワクさせてくれるぜ。いいね。しっかりしてる。うん。涼しげな声。さあ、着きました。着きました。暑いね。暑いね。推しの枠に間に合うように着いた。息も止めてる。
飼育員を務めるのが柴山蓮太くんです。お願いいたします。ボールコールじゃない、ね、まだ1回目だから、そういうルールあるアタックだったよ。めちゃくちゃ迫力。ご覧のように前半終わって1対0で清水エスパルスがリードしています。ハーフタイムはイカフライでパワーをつけます。ゴール達成したいっていうのがそういうタイプ、一番見せたかったですね。ああ確かにそうか、この選手それは楽しいですね。開始時間は15時。恒例行事かしら、呼んでるもんね。レーシアスが全通リーグ第4節スズヨグループで清水エスパルス VS 大分トリニータ、ご覧のように2対0で清水エスパルスの勝利となりました。おかしい長いですよ、必ず簡単、皆さんの後押しっていうのが間違いなく自分たちの背中を押してくれるので、一緒に戦ってくれると嬉しい。かっこいい、
似合いすぎじゃない？はい、今日は2対0でシミゼスパルスの勝ちです。イエーイ。今日はね、どの選手もすごい良かったと思います、ね、全体的にね、良かったよ。良かった。チーム全体がまとまっていた気がした。次、連戦、ジェフ、水曜日連戦だから、疲れてると思うけど、頑張るしかないですね。しかないですね。ないですね。次、初の福あり、だもんね。そう、俺は初めて行く、福あり。楽しみ。次も勝つよ。勝つよ。帰りも歩いて帰ってます。今日は岩井だけです。何個になったかは後ほど。乾杯。勝利。勝利の美酒。夜ご飯も食べて東京に帰ります。次静岡に来るのはあれだからね。もう5月だから、ゴールデンウィークなんです、実は。ちょっと日にちが空いちゃいますね。その間にあるアウェイはね、ちょこちょこ行くから。そうだね。はい、あ、寂しいし、どうかな。やっぱりホームはいいわ。ね、うん。では、とりあえずまた。また。3日後。うん。ジェフだね。そう、お会いしましょう。はい。編集を3日以内に終わらせないと。そうだよ。今日は。はい、ファンオブザマッチ山原レオンと宮本コーナーでした。